皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病という病生活の気晴らしいね2弱化動画を配信していきます。この動画でね、白血病以外になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回はですね、すごく今その世界の状況とね関係のある大切なお話なのでね、ぜひね最後までねお聞きください。血液に関するね最新のニュースが報じられました。血液の病気をした僕はですね、非常に親近感がありましたので、すごく皆さんにねお伝えしたいことなんですよ。アメリカのね、この新型感染症によるね、被害者はね、その998人とね、5日ぶりにですね、1000人をね、下回ったことで、トランプ大統領はね、23日にですね、新型感染症から回復した人の血液の中の血漿というのを使った治療法がですね、緊急使用許可をね、取得したとね、アメリカ当局がね、確認したことを受けてですね、血漿を使った治療法が、さらに多くの新型感染症患者の治療に用いられるようになるだろうということをね、述べたんですよ。というニュースをね、見た人もね、多いと思います。しょっぱなからね、ちょっと熱くなってしまってるんですけどもね、その血漿というのはですね、その血液のね、液体成分のことでですね、血液中からですね、赤血球、白血球、リンパ球などのね、血球っていうのを取り除いた残りの部分のことを言います。血小板も取り除いてるんですけどもね、もっと詳しく言いますと、血液に含まれる液体成分の一つでして、血液中の 55% を占めます血漿というのはね。そのね、普通の人間の血液をですね、試験管にとって遠心分離器でこう沈殿させるとですね、この下の方に赤い塊ができて、上の方には黄色のね、薄い黄色のね液体に、ね、なります。黄色と赤にね分かれるわけなんですよ。で、その赤い塊は主に赤血球の集まりで、上積みのこの上の方が血漿なんです。で、そのね、赤血球と血漿との容積の比はね、ほぼね半々ぐらいなんですよ。55% と 45% で半々なんですよ。で、そのね、上の血漿っていう部分っていうのは、アルブミンとかねグロブリンっていうね、そのタンパク質をね約 7% をね含んでおりまして、その他にはカリウムとかね、ナトリウムか、あとカルシウムね、などのね電解質とか、あとビタミンを含んでおります。そういったのを血漿と言います。で、その血漿がこの度ですね、アメリカで使用許可が出たということなんですよ。しかしですね、3日前にはですね、その血漿を使う治療法に関してはね、まだまだ証拠不十分だとしてね許可が出てなかったんですけども、その3日前にはね、早急にその臨床データをねバーッと集めて、緊急使用許可をね出す可能性があるとね言ってたんで、この3日間っていう、ね、この短い期間でね、アメリカはねめっちゃ動いてないと思います。こうなっているのもですね、実は今回のね新型感染症にね、実はねマラリアっていう病気の治療薬をね使ったことがあるんですけども、あったらしいんですけども、それでね、実はそのねマラリアのね治療薬って、その新型感染症に効果がないどころかね、その使った数ヶ月後にね逆に悪化したことで、もうこのねマラリアの治療薬の許可をね取り下げた事実がねあるんです。で、それってまだまだ記憶に新しいことなんですよ。そのね血漿を使う治療のね使用許可を出すことっていうのは、その許可を出す側のね、アメリカのね当局が出す側がね信用をね問われることになるんですよ。だから慎重に考えないということがありますので、あれもこれもやってみましょうというスタンスではいけないので、その3日前まではね許可が出てなかったんですよ。で、この治療法のことをですね、回復した血漿治療というふうにね呼ぶんですけどもね、その過去に新型感染症に感染して回復した人の血液からウイルスなどを攻撃するね抗体がね含まれた、その血漿とね呼ばれる成分を取り出して、その患者さんに投与するもので、アメリカなどではね安全性と効果をね確かめるね臨床試験がね常に行われていたんです。で、そのね当局の局長はですね、すでに7万人以上が回復した血漿の投投与を受けていて、生存率が大幅に改善したという結果も得ているとした上で、緊急使用の許可によりより多くの患者がこうした治療を受けられるようになると述べています。その回復者結晶治療をめぐってはですね、日本でもね、その国立国際医療研究センターなどのねグループがね、安全性やね効果についてのね臨床研究をね行うなどね、各国でね研究が進んでいますけども、感染者数が少ない日本のような小さい国ではですね、結晶をね確保が厳しいなどとしてね、普及させるにはね課題もね残されています。この回復者結晶治療っていうのはですね、世界中にね流行り出したその3月からですね、アメリカはねすでに回復者へのね結晶のね提供をね呼びかけていてですね、そこからね臨床試験をね行い続けてですね、この8月の後半に、ね、やっと許可が出た結果なんですよ。3月からねアメリカではね始められてんのにね、日本でそれが報じられたのがね、その半月後のね4月に入ってからなんですよね。それにはね様々な、ね、壁があったからだと思いますけども、そのね情報がいち早くね日本にも入ってきていたらね、日本の医療のね対策のプラスになっていたかもしれないのにね、とね素人の考えなどね、こんな勝手なこと言ってますけども、そもそもね血栓を使う治療法ってね実は昔からあったんですよ。その血漿をね使うね手法の原理というのはですね、日本ではね1890年のね破傷風菌でのね血清療法にまで遡ります。それらっていうのはですね、血漿からね血を固まらせる成分、血液凝固因子というのがあるんですが、それを抜いた血栓なんですけども、この血を固まらせる成分っていうのはね、血小板というのもね別にあるんですけども、そういうのも馴染みがあるかなと思うんですけども、もちろんその血小板というのも、血液を固まらせるんですけども、血液がね傷口などで固まってくれるメカニズムっていうのは実はね2段階ありまして、ちょっと話がそれますけどね、2段階ありまして、1段階目で血小板が働いて、2段階目でそれに覆いかぶされるように、その血漿の中のね血液凝固因子がくっついてくれて完全に固まって止血してくれるというメカニズムがあります。でその血液凝固因子を抜き取った残りの 90% であるその水分とタンパク質と、あと無機塩類ね、先ほど言ったカルシウムとかナトリウムとかねカリウムとかといったやつと、糖質とね脂質をね患者さんに投与する方法が用いられてたわけなんですよ。すごいですよね。そんなすごいことがね100年以上前からね存在する治療法がですよ、現在までに改良されまくって使われてるわけなんですよ。これがね進化してね今はね輸血の一つとしてねなってるわけなんですよ。輸血だけじゃね、なんやただの輸血かいなってね思うかもしれませんけども、今回の血漿の場合にはですね、すでに過去に新型感染症に感染して回復した人の血漿が対象になりますので、それがまたねそのね被害に遭われた方の中からですよ、回復した人の中からねいただかないといけないわけなんで、提供してもらわないといけないわけですからね、そんな状態なんで非常に難しいわけなんですよ。それが難しいからね、新しいワクチンをねいち早くね作ってもらうのは飽きませんのですよ。でもね一番はねかからないことがいいんですけどね、でもね新しいワクチンができないとね安心もできませんからね、早くね収束してくれることをね願います。そんな感じでね、今回はねアメリカで新型感染症対策として認められていなかった回復者結晶治療の緊急使用許可を認めたというお話でございました。ちょっとね難しかったですけどね、血液に関するニュースがねバッと飛び込んできたんで、僕はもういても立ってもいられへんくなってね、すごいいいニュースなんでね、これで人の命が助かるんやったらほんまにこれが実現してほしいと思ってますんでね、いち早くね皆さんにこうお伝えさせてもらいました。知ってる人もね多いと思いますけども、もう僕も自分の口から言いたかったんです。ちょっとね興奮してしまいました。そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。